何から話せばいいかな。私の名前は船田キャスリーン。18歳。高校は卒業してない。これから話すことを記録として残したいと思う。私が確かにここにいたっていう証明。今更だけど。今は2030年。場所は東京、墨田区って呼ばれていたところ。今はもうない。2年前かな、あいつらがやってきたんだ。すごく突然。最初はテレビのニュースで見たと思う。伝染病だって話だった。封鎖に成功したって。外国のどこかでそういう施設が作られたって。みんなは狂牛病とかそういう病気かもって話してた。脳のプリオンの異常とかでそういう凶暴な事件が起きてるとか、軍の陰謀とか映画の宣伝キャンペーンかもって話もあった。2028年8月21日、ベネチアを旅行中の若い女性からこの奇病は始まったらしい。最初の方は軍隊も出動して抑え込みに成功したけど、その後爆発的に広がる感染を私たちはただ受け入れるしかなくなってしまった。集団で固まってはいけません。最小人数で行動してください。あれは何？嘘！なんてこと！私は諦めない。必ず病気のワクチンを作って元の世界に戻してみせる。神様、私に力を。あんた、神崎先生だろ。ああ、お前は確か真田剣道君だったか。へえ、よく覚えてるな。関ヶ原で勝ち組についたあんたは、なんでまた島流しに？いろいろあってな。頼む！余はまだやることがあるのじゃ！我が軍が関ヶ原で豊臣に加担したのは侍大将のお主の独断だったと申してくれ。お身のためならば。我が藩の判断で処理したことにすれば徳川殿も深くは追求するまい。死罪ではなく島に流し、いつかほとぼりが冷めたならば必ず呼び戻す。御意。お主はなぜ島流し？お？おとなしく女と暮らしてたんだがな。ちょいと悪い奉行をメイドへ送ってやったんだ。捕まっちまったが、資材のとこを島流しなら上々で。
かよそに運ばれちまったみてえだな。ここはあの世か。海が見えない。しかもこれは人が作ったものなのか。ここはどこなんだ。お、誰かいるぞ。おい、大丈夫か。ここはどこなんで。おい、するのか。チョコだから美味しくないけど、よかったら食べて。ありがてえ。腹の虫が泣き止まねで困ってたんだ。うめえ。はい、かたじけない。ところでここはあの世なのか。ここは東京なんだけど、あなたたち二人ともどこから来たの。その格好今時珍しいね。どこって、確か江戸から船で何十里か進んだはずなんだが。江戸？その格好、その言葉、まさか侍なの？お侍さん？
すごい。ここは未来の江戸だよ。未来とは一体江戸に違いないのか。あなたたちの江戸から今はもう何百年も経ってるの。より平民が住みやすい世の中になったのよ。この80年以上日本は戦争もしてないわ。でも2年前に病気が流行し始めて、人間はね、病気でみんなさっきの怪物に変わっちゃったの。みんな、では我々は一体何のために血を流したのだ。その話はにわかには信じられねえが、結局こんな世になるために俺らは戦っていたってことかい。意味がないとは思わないわ。だってね、私たちはまだ生きてる。明日もまたきっと生きるために戦っているんだから。まあとりあえずここが江戸だとして、さっき戦ったのがその病気の人間だったってことかよ。あれがジビエ、人間よ元はね。目の前で姿が変わったから、もしやとは思ったが。ねえ、あれが病気だってんなら俺らもう映ってたりしねえか。それは大丈夫。ジビエの針に刺されない限り感染はしないから。そうか、はあ、ビビったぜ。太平の世となっていたのだな。ジビエが現れるまでは。しかし驚いたな。まさか生きているうちに本物の侍に会えるとは。時代劇みたいだね。ところでお侍さん、刀はどうしたな。どうやら身につけたものしかこの地に共に来なかったらしい。俺は忍びだからなくてもいいが、先生、あんたは刀がなきゃ話にならんだろう。もしかしてお侍さん強いの。千人斬りのセンス言ったら有名だったんだぜ。そんなに強いの。刀わしのうちにあるよ。この近くなんだ、取ってくる。キャスリンちゃん、ちょっと打って変わって。こんなところで降りたら危ないよ。前田さん、前田さん。大丈夫大丈夫、先にキャンプに行っててよ。そんなに強かったらいいんだけどな。ここが私たちのキャンプよ。100人もいないけど、みんないい人たち。キャス、戻ったか。大丈夫だったか。ブライアン。お、彼らは。はい、自己紹介して。神崎潜水と申す。真田健六だ。私はブライアン、海兵隊員だ。このキャンプは君たちを歓迎する。ま、畳はないがくつろいでくれ。なんだあの格好。おい、なんか来たぞ。頭おかしいんじゃないか。聞こえてんだよ。みんないい人たちね。そうとは思えねえけどな。新参者は嫌われやすい。キャスリン、おかえり。そちらは？ただいま、お母さん。お侍さんと忍者の人を連れてきたよ。本物？まあすごい。前田さん喜んだでしょう。喜んで刀まで取りに行っちゃった。じゃあ博士のところに行ってくるね。後で江戸時代の話を聞かせてね。母上は俺たちのことを聞いても驚かなかったな。うん、母は
ジビエと人間の区別もつかないくらい心が壊れてしまっているの。博士。その二人は。実は。侍がタイムスリップ？そんなザレ言信じられるか？このご時世、頭のおかしくなってたたくさんいるからな。横須賀まで物資を取りに明日出発するが、こいつらに物を盗まれないように注意しろ。わかったな。俺たちの方がおかしいって言ってるな。伝わったぜ。あの者は変わった言葉をしゃべるな。アダムは厳しいこと言うけど、根は悪いやつじゃないから。ただでさえあの世みてえな場所に連れてこられた挙句、何もわからんうちに憎まれたりしてよ。ついてねえにも程がある。あの怪物はどういう生き物なんだ？あの生物はジビエと呼んでいる。もともとは人間だ。ジビエの毒に感染すると体内の細胞が異常増殖を始め、人の染色体に影響を及ぼし、異形の形に変態する。これはだんだんと分かってきたことではあるが、人の DNA に含まれている進化の過程の全ての情報が過剰反応し暴走するのではないかということだ。あれを見たまえ。これらは私が世界各地で確認したものだが、この毒に感染した個体の年齢、性別、人種の違いによって変態するジビエの種類も変わってくる。ジビエが持つ毒針に刺されると個体差はあるが、約5時間以内であのような怪物に変わってしまう。では刺されたら終わり。刺されたの？潜水。いや、拳の攻撃を受けただけなので大丈夫だとは思うが。潜水君、水の滴る音が聞こえるかね？ん？いや。だったら大丈夫だ。これも研究の結果分かったことだが、ジビエウイルスに感染したものは発症するまでの間、絶えず水の音が聞こえるようになるとのことだ。水の音？そう、耳の奥でね。聞こえる？潜水。いや、大丈夫だ。水の音は聞こえない。よかった。たとえ刺されたとしても感染したとは限らない。ジビエの針は一度刺すと約24時間経たないと毒がたまらないようになっている。今後のために覚えておくといい。なあ、さっきの話なんだが、ジビエの針に刺されても大丈夫な場合もあるってことかい？そう簡単な話でもない。彼らには増殖欲と呼ばれる強い欲望があって、一度刺して毒が注入できないとムキになって何度も刺してくる。対象が死ぬまでね。なんで？じゃあジビエとやらになって生きるか殺されるしかねえじゃねえか。だからジビエを人間に戻すことができる薬、ジビエワクチンを今研究しているところだ。増殖欲？